スノーマン目黒蓮、舞春、視聴のため引退終了、道江くんのドラマ見たいから。スノーマンの目黒蓮が24日、自身のインスタグラムにて生配信を実施。なにわ男子、道枝駿佑が出演する軽火曜ドラマ、マイセカンド青春を視聴することを明かした。目黒蓮、舞春、視聴のため引退終了。昨日23日に個人インスタグラムを開設した目黒。これから自分のペースでインスタを上げたり、上げなかったりするんで、皆さんチェックしてください、とメッセージを送っていると、突然、俺、10時から道江くんのドラマ見たいから、と道江が出演する、マイセカンド青春を視聴したいという。目黒は、みんなで見に行こう。道枝くんのドラマ、道枝くん頑張っているよ、と呼びかけ、最後に手話クイズで締めモードに、そろそろ道江くんのドラマの準備しましょ。皆さんありがとうございました。みんなで道江くんのドラマ見ようね、と締めくくった。2021年10月期のテレビ朝日系ドラマ、消えた初恋で共演した二人。ファンからは、青木と井田は永遠、どうしても見たい気持ちが伝わった、呼びかけ可愛い、最後までミッチーのドラマの番宣してるね、など反響が続々寄せられている。